ウィリアム・フォークナー、ウィリアム・カスバート・フォークナー、ウィリアム・カスバート・フォークナー、本名、フォークナー、1897年9月25日から1962年7月6日は、アメリカ合衆国の小説家、ヘミングウェイと並び称される20世紀アメリカ文学の巨匠であり、南部アメリカの印象的な世界を、意識の流れをはじめとする、様々な実験的手法で描いた。 代表作に、響きと、怒り、三口あり、やつきの光、アブサロム、アブサロム、など。1949年度、ノーベル文学賞受賞。フォークナーは、その生涯の大半を、ミシシッピ州、ラファイエット郡の田舎町オックスフォードにある自宅で過ごしており、彼の作品の大部分は同地をモデルにした、架空の土地よクなパトフ郡ジェファソンを舞台にしている。 これらの作品は、オノレド・バルザック的な同一人物、斎藤情報によって相互に結びつけられ、その総対は、ヨクナパト・ファサーガと呼ばれる。弟のも、作家で、一時は兄を上回る、人気作家であった。ジョンは、兄の死の直後の1963年、兄についての解雇本、響きと怒りの作家、フォークナーデンを執筆している。1897年、 ミシシッピ州の田舎町、ニューオールズバニーに生まれる。四人兄弟の長男で二番目の弟ジョン・ウェズレーも後に作家となる。フォークナーの父は当時は祖祖父が開業した地方鉄道の駅長をしており、フォークナー家がミシシッピ州に移ったのはこの祖祖父の代からである。祖,祖父、ウィリアム・クラークは弁護士として名を挙げ、南北戦争の際には 義勇軍の隊長として出生、戦後は弁護士の傍ら事業や議会に進出し、さらに小説や機構を書き、ベストセラーとなるなどし、欠物であり、幼いフォークナーの尊敬の的であった。一家は、ウィリアムが生まれた翌年にニューオールズ・バニーの北に位置するリプレイに移ったが、ウィリアム5歳の時、祖父が地方鉄道の事業を手放したことから、父が駅長を辞め、その関係で、 さらに同州オックスフォードに移った。以後、フォークナーは、生涯のほとんどをこの地で過ごすことになる。彼は、10歳の頃から試作を始めたが、その反面学校での勉強には、興味が持てず、高校を1年で中退している。しかし、その前後に、フィリップストーンという4歳年上の法学生との交友が始まり、 文学への関心が深かった彼の手ほどきで、豊かな文学的教養を身につけることができた。一時祖父の経営する銀行に勤めるなどしていたフォークナーは、第一次大戦勃発後に、軍への入隊を希望し、1918年7月に英空軍に入ると訓練生として、カナダのトロントに送られている。しかし、同年11月に戦争が終わったため、 実践に出向く機会のないまま少位に特別進級し、除退となった。この際、福音兵に対する特別措置を利用し、翌年9月にミシシッピ大学に入学する。教養学科の授業を受けるがほとんど興味が持てず、1年で退学。しかし、この頃から大学の新聞雑誌に詩や商品を発表し始める。大学中退後は、一時ニューヨークに赴いて、書店で働き、 この時の店支配人が後日のアンダーソンと後に結婚する短期間で戻って1921年にミシシッピ大学の郵便長となるが1924年に免職となった。この年にストーンの尽力で第一詩集大理石の牧神を出版している。1925年ストーンの勧めでヨーロッパ旅行を思い立つが その準備のために滞在したニューオーリンズで、シャーウッド・アンダーソンと知り合い親しくなる。彼からの紹介でこの地の雑誌、新聞などに作品を発表し、またこの交友が刺激になって、長編小説に着手した。1926年、アンダーソンの紹介で、最初の長編小説、兵士の報酬を出版し、翌年に第二作を出版したが同作は、ボストンでは禁止された。 1929年、長編第三作にして、ヨクなパトファサーガの第一作にあたる、を刊行した。同年に代表作の一つである、響きと怒りを完成する。しかし、ここまで作品はほとんど売れず、傑作とされる、響きと怒りも、当時はごく一部の批評家から賞賛を受けたのみであった。この年、幼馴染みで離婚していた女性エーステル・オールダムと結婚。 二人の連れ子を引き取り、翌年オックスフォードに家を買って移り住む。この家は、南北戦争以前に建造された町で最も古い、家屋の一つで、フォークナーはこれを、と呼んで、終わりの住処とした。以後、中短編と共に、死の床に横たわりて、1930年、三口あり、1931年、や月の光、1932年、アブサロム、 アブサロム。1936年と傑作を発表していくが、当時フランスで紹介されて、評価を受けるなどしたものの自国では評判が得られず、生活のために、ハリウッドのシナリオ制作にも追われた、交流のあった映画監督にハワード・ホークスがおり、彼の監督作品、脱出、三つ数エロなどの脚本を手がけている。そのような状況からの転機となったわ。 マルカム・カウリーによって1946年に編まれた一巻本の先週、ポータブル・フォーナーである。この書籍の出版によって、フォークナーは急激に注目され、ほとんどが絶版になっていた著書が次々に復刊、1950年にノーベル文学賞、1949年度の栄誉へと続いていくことになった。1955年8月には日本を訪れており、 長野市でのセミナーで自作について語った。この際、第二次大戦で負けた日本と南北戦争で負けた彼の郷里である、アメリカ南部は似通った宿命を背負っている。述べ、ここ10年間に次々と日本の新進文学者が誕生するだろうと示唆した。1962年6月、最後の作品で、サーが最後の作品でもある、自動車泥棒を出版。同年7月、 落馬事故により、血栓症を発症し、心筋梗塞により、オックスフォードに近いバイハリアの病院で死去。没年64歳。フォークナーの最初の長編、1926年は、第一次大戦で記憶力を失った青年の、物語というロストジェネレーションらしい主題の作品。また、第二作、1927年は、ハックスレー風の風刺的小説だが、フォークナーが、 独自の作品世界を生み出し始めるのは、第三作、1929年からである。翌ナパト・オファサーが第一作にあたる。この作品は、主題自体は、第一作に近いが、旧家であるサー・トリスケの没落を、主人公の祖,祖父の因縁の物語として、多くの自伝的要素を盛り込みつつ書き起こしており、以後の独自の文学的世界へと踏み出す端緒となった。続く第四作。 響きと怒り、1929年でフォークナーは作品の表現形式を一変させる。この作品では、明らごとに別の語り手を置き、ことに冒頭の章に白地の人物を語り手に置くことによって、まず見出した情景を提示し、それが他の章を読み進めるにつれて、次第に物語が明確化していくという構成をとり、またこの作品から、 意識の流れの手法によって、語り手の現実的な視点に、階層や意識下の思考、これらはしばしばイタリック体で書かれているを挿入することによって語りを重層化させる試みが行われている。そしてこれらに加えて、ある作品で主役として登場した人物を他の作品で言及したり、あるいは主要人物として再登場させるといった方法で、各作品を結びつけ、 作品世界に広がりを持たせている。響きと怒りの語り手の一人、クエンティン・コンプソンが再登場する、アブサロム、アブサロム。1936年では、南北戦争の頃に南部にやってきた、怪物的人物サトペンの一家の崩壊を、現代の若者であるコンプソンが、関係者の証言を聞き、複数の証言者の語りが重なることによって、再構成されていくという構造をとる。 このほか、サーガ外の野生の城では、野生の城とオールドマンという別個の作品を一小ずつ交互に、提示して一冊にまとめるといった実験的手法が試みられた。このようなフォークナーの重層的な物語手法や、方法実験、土俗的、印象的な主題を持つ物語世界は、後世の多くの作家に影響を与えており、その中には、トニモリソン、 ガブリエル・ガルシア・マルケス、爆言、日本人では、井上光春、大江健三郎、中上健二といった作家が含まれる。日本での著名な研究者は、大橋健三郎や平石高樹などである。は、クなパトオファサーガの構成作品である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。